Hallo, ich bin Mika Morita vom Japan-Shop Morita. Vor kurzem habe ich den Messerschmied Meister Itsu Otoi in Japan besucht, um ihn und seine Schmiede ein bisschen besser kennenzulernen. Die Messerschmiede von Meister Itsu Otoi befindet sich in der Stadt Sakai in Japan. Sakai ist eine Industrie- und Hafenstadt in der Präfektur Osaka auf Honshu, der Hauptinsel von Japan. Einst berühmt wegen der dortigen Metall- und Schwertschmiedekunst, ist Sakai heute bekannt durch die Produktion hervorragender Kochmesser. Wir fahren jetzt zu Schmiedemeister Doi in Sakai.到着しました。 今からやるのは、あの、九寸勝負の包丁、今から作っていきます。何の包丁ですか？九寸勝負、二百七十ミリの包丁。はい、二百七十の包丁。柳刃ですか？柳刃です。あの、地金の部分は、地金はいつも同じ種類の地金なんですか？あ、地金はね、あの、皆、あの、極なんて言って、全部一緒です。どれ作るときもね。はい。刃がね、あの、作る、あの、注文に応じて、青をやったり、白をやったり、これがね、青鬼の刃がね、これが青鬼の刃がね、それもね、こういうやつからカットして作っていってんです。これが青紙になるんですか？それをカットして作ったのがこれ。これ全部が青紙ですか？そうそうそう。これも土井さんが自分で作らないとダメなんですか、その形に。 作る包丁によってね、これはまあもうちょっと大きいやつだけども、大きい包丁やったら大きい材料から切っていくとかね、小さいのと小さい材料に合わせて切るとか。水ですか？これは水でね、これは硼酸と放射と鉄粉を混ぜた、まあ接着剤的なもんです。 それをこう、乗りやすくして、それで真空圧着やけどね、接着剤ですね。そうですね。っていうのはどのくらいの温度なんですか？中の温度はね、 コークスやってるから1000度ぐらいまで上がるらしいんですよ。一番上がったらね、大体やるのは800度ぐらいちゃうかな。温度計で測ったことないんでね。
ここの温度はじゃあ色とかでわかるんですか？色で、うん、全部鋼のね、その色がどれぐらいになったかによって今やった一番いい時やいうのが見分けるんです。普段は電気つけてやってるんですか？いや、つけて中の色でこう見るんですけど、焼き入れするときはもう最後の熱処理ね、急冷するときはもう真っ暗にして、うん、で色を見てますけど、ね、それから焼き入れするときは夜中に起きて、そうなんですか？そうそうそう、だから火がまだ残らんうちにね、夜中にここに来られるんですか？そうそうそう、もう 3時に起きて4時頃起きて、それから焼き入れの仕事して。あ、大変ですね。まあ、それからそういう形でまとめてね、一気にこう焼く形に僕は取ってるんですね。低すぎると つかないしね、はい、傷が出やすいけど、できるだけ低温でやるように、傷めないように心がけてますけどね、はい、それも水ですか？水です。一番ベストな色です。
Meister Itsuodoi übernahm 2012 die Werkstatt seines weltbekannten Vaters Keijiro Doi, mit dem er 34 Jahre zusammengearbeitet hatte. Auch Itsuodoi wurde, wie sein Vater, mit dem Titel Dentoko Geishi ausgezeichnet. Dentoko Geishi bedeutet Meister des traditionellen Handwerks und wird nur den Handwerkern verliehen, die sich in ihrem Metier an einem bestimmten Standort ganz besonders verdient gemacht haben und die dieses Handwerk schon lange ausüben. これがまだ半径言うてね。半径、うん、まだ途中の方なんです、はい、それから伸ばしてね、はい、ここまで大きくするんです。あ、これがこのぐらいの大きさになるんですね。それからね、これで青やから生して、はい、荒叩きして、で、はい、すきもんして、すきもんで表面の皮削ってね、はい、それからもう一回生して、それからこの生叩きといって金床で仕上げるいう作業があるんです、はい。でそこで締めていってから、今度バーフ当てて、今度筋引いて肩に合わせてじーっと張って、はい、それから刻印打って、で裏の 火をつけて、はい、ですり回しして、それから焼き入れなんですけどね。はい、だからまあほんま入り口のところだけです、ここは。はい、見せたようにさっき の包丁から、すきもんして、はい、で生した状態の包丁です。
で、これからね、生たたきといって、あの仕上げの土でね、こういう土で叩いて締めていくいう作業をやっていきますね。これ重いですか？うん、どうぞ。重たい。そう、重いよ。あ、すごい重たい、うん。これ金ですか？金とこいってね、これはあの鋼の鉄の塊なんですけどね。はい、見えてるとこれやけども下にこれぐらい入ってます。え、これだけじゃなくてこの下にこれぐらい入ってます。あ、そうなんですか、うん、でやっていきますね。これ裏隙の部分ですか？これはね、あの締めるよ、さ、仕上げる、うん、仕上げで出し筋でね、叩いて、はい、分子を よらすいうかな、あの細かくするか、なんかそういうようなあの表現で言いますけど ね、うん、これ手作業大変ですね。機械ではできないんですか？あのね、あのよそさんはベルトハンマーでね、あの、ハンマーあるでしょ、はい、あれで同じような作業するんやけども、あの当たり口がね、これだけのところとベルトハンマーでやっぱりこれぐらいね、だからどうしても伸びるけども締まらないいう、あの感覚ですね。よそはそれでいいと思ってやってるけど、うちはやっぱり昔ながらのね、自分の手で叩いていくいう。手首が強くなってできない仕事ですね。これがなかなかね、初めの間はあの叩いててもね、あの金とこやから跳ね返りがあるんですよね。こっちも硬いから。正しいけど、それをこうコントロールするかな。ちゃんとあのまっすぐ跳ね返らせて、またまっすぐ叩いていくというのがなかなかできないんでね。時間のかかる作業ですね。そうそう、うん、あのしんどいしね、時間かかるし、で今度こっちのもう一つ大きいやつでね、はい、これはあの表面今あの叩いたところ相当へっこんでるでしょ、あ、はい、ね、土の跡がね、でこれをこの慣らせくいう作業ですね。これであの締めていきながら包丁の形を整えながら、であのやっていくいう、だからあの熱いところがあってそこをちょっと叩いてね、潰すとかね、
ムスターですね。うん、これでね。肩。うん、これは肩なんです。はい。で、あとはこれ、表面バフ当てて、で、字立って、裁断していってね。はい。そういうとこですね。これが焼き入れ前のね、まあ、全然違う包丁やけども、はい、切り付けですね、うん、切り付け焼き入れ前の切り付け、うん、一回叩かせてください、いらない包丁でやってみます、はい、いらない包丁はないんでないですよね、そんなね、うん、いいですよ、これ安い包丁、一番安い何箇所だけか、これナイフさんに納めるやつだからここに座って、はい、これお願いします、はい、あ、これ座るだけでもちょっとあ、で、これこ上の方に行きますか、せめて左手袋した方がいいよ、左手袋して、うん、ここですか、そうそう、その辺持ってね、あ、これ握るんですか、そう、そこ握って、で、このどこでもいいんですか、どこでもいいです跳ね返りますね跳ね返るでしょ、あれ、ただ土のコントロールがなかなかね、思ったところに上がらないからね、全然ダメですね、うん、That is so schwer. あ、そう、ね、光にしま明日検証になりそうです、手に豆できるしね、リバニシマ、こんな豆がね、わあ、これ、うん、豆ができてますすいません、これこっちからですか、はい、ありがとうございます質問があるんですけれども、はいはい、土井さんコークス使っておられますよね、うんうんうん、で、ガスのガスとか電池もあると思うんですけど、コークス使う理由はあるんですか、何が違うんでしょうか、もともとねずっとうちはコークスでやってたいうのもあるんですけども、うん、やっぱりそのガスですと多少ないともその炭素のコークスはやっぱり炭素がありますからね、うん、その加減があるからコークスでやってると思うんです、うん、はい、まあ、ガス最近ねプロパンでやってるとこが増えてきたんですけどね、プロパンでやるとやっぱりそのいいと思うんですよ、その傷が出にくいとかね、不純物が入りにくいとかあるんですけども、まあ、うちはそういう形で、3代ずっとコークス使ってやってますんでね、3代目ですか、私3代目なんです、でもそれに習ってね今のところ私はもうコークスやっていこうと思って、はい、はい、うん、あとですね、1日大体何本ほど、例えば柳葉ですと、そうね、今まあ弟子がねいてくれてるんで、ちょっと増えたんですけども、もしお一人でされたら、一人でもう1日5本はよう作らんやろね、あ、そうなんですか、うん、火造りやって、それからあと仕上げやってすり回しやって焼き入れとなるとね、やっぱり相当の工程があるんで、5本できないんちゃうかなあんまりその1日スパンでねその仕事してないんでね、まとめてこうやって、んでまとめて仕事して、んでトータルで何枚いうような形でやってるんで、何日あんまり考えてないんで外のゴミ箱に失敗したくて言ったらダメですけど、はいはいはい、あれは結構出るんですか、やっぱりねどうしてもね、ちゃんと普通に叩いて同じようなペースでやってても、で研いでみたら愛気が出たりね、うん、大体10本に1本ぐらいの、うん、やっぱり1割ぐらいの確率では出るようですね、こっちで省いて途中でね分かって、もうこれも途中段階で掘っていく部分もあるし、例えば問屋さん納めて歯つけた時にもうこれやっぱり商品にならんという時も出てくるんでね、トータル外だいたい 20% 30% ぐらい、あ、そこまで 出ませんけどね、まあ、10% ぐらいは見とかんとあかんかないうところですね、土井さんは青髪白髪両方作られてるんですけど、はいはい、どちらの方がお得意ですか、もう青がもう最近やってるのはもう9割
以上青なんでね、もう青の方がもう得になりましたね。初めはやっぱり扱いがね、あの日取り言って、あの温度をちょっとでも上げすぎると、まあ、鋼が傷んで、その煮え言ってね、あのすぐもう沸いてあかんようになるんですよ、まあ、そういうのがあってなかなか難しいんですけどね、まあ、もう今はもう慣れてきたんで青の方がもう普通にやれてますね。あの土井さん のお父さん慶次郎さんと、はいはいはい、あの土井さんの包丁、違いあるんですか？いや、それはあるとは思います、そやけど私らがこう分かるんじゃなしに、その料理人さんが使って、あるいは研ぎ屋さんが研ぐ時に感じる感覚が違う、その辺で違うんだと思いますけどね、やっぱりね、その父親がやってた時のやり方から、自分なりのやり方にだいぶ移行してるんでね、まあ、それからその辺で違いが多分出てきてると思いますけども、まあ、私は私で自分がええと思うやり方で、いいと思ってやってるんでね、だから上行ってるか下行ってるか私は分かりませんけども、フィードバックが返ってきたら、言ってくれてるのはいい包丁に上がってるって言ってくれてるから多分いけてるんじゃないかと思ってるんですけどね、そうですね。土井さん、すみません、お年聞いてもいいですか？いいですよ。65になります。65歳です。見えませんね、日本人の人はすごく若く見えます。いやね、知らん間にもう65になりましたね。すごく暑いじゃないですか、仕事も、で、サウナみたいな暑いじゃないですか、仕事終わってからサウナとか風呂とかそういうのも行かれるんですよ？あんまりね、特に夏場なんかもシャワーだけで済ますことが多いですけどね。暑いですもんね、汗かけますよね。冬でももう扇風機はもう必要ですしね。そうですよね、サウナ行く必要ないですよね。まあね、だからたまにはそうやって汗流しに行くんじゃなくて、ゆっくりこう浸かりに行きたいいうのはありますけどね、ヨーロッパとか行ったことは？ヨーロッパないですね。一番遠いところでハワイが一回若い時に行ったみたいで、ぜひ来てください。本当ね、はい、ドイツ、ドイツといえば何を想像されますか？ドイツといえばミュンヘンでビール。ミュンヘンでビール。そう言われると思ってドイツからビール持ってきました。あ、そうですか。嬉しいな。ビール持ってきました。ドイツのどこですの？私たちのサーブルッケンって言って、フランスの国境の近くなんですけど、サーブル、いろんなね、ビール作ってるところがたくさんあって、その私たちの町でできてるビール。あ、そうですね。どうもありがとうございます。はい、 OK。はい、ではドイツからビールを持ってきました、ありがとうございます。ドイツでは乾杯はツンボール。難しいですね。ポースト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 乾杯乾杯ポーストレカ、美味しい美味しい、ドイツ語でレカ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 スーパー。そしてもう一つお土産があります。汗をかかれた時に、それはそれはこれが、Du trage dich gut ab. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber das ist ein saarländischer Dialekt. これサーランド州にも大阪弁みたいなのがあって、これ一応大阪弁みたいな感じで、これで汗をよく拭いてくださいって書いてある。そうですの。で、なんか暗い、黒くなるじゃないですか。だから黒で汚れても見えないように黒いの持ってきました。ありがとうございます。はい、どうぞ。バッチリ。OK? Good?ご自宅では自分で作った包丁やっぱり使っておられるんですか？いや、私はもう全く料理は料理されないんで、ただうちの家内の方にはもういろんな包丁を、渡して、まあ、だけど普段使ってるのはどう見ても安物なんですよ。そうそうそう
まあ、ただ研いだりとかされますやっぱり、うん、あそう私はね、はい、あの多少研いだりともするんで、あの刺身包丁やっぱり使いますね、はいはいはい、うん、それ以外の普通の料理するときは普通の、ステンレス系の包丁でやってます、うんうん、あのあとあの趣味とか仕事終われてスポーツとか、うん、スポーツはね、まあ、ここスポーツをやってるような感じですけれどもね、うん、私ねこう仕事してたら上半身結構使うんですね、はいはいはい、下半身もうなまってくるから、ちょこちょこ家からだいたい 2.5 キロぐらい、あ、ジョギング、そうそう、歩いてきてで帰り走って帰るとか、ああ大変ですね、うん、で何キロぐらいあるんですか。だいたいさが 2.5 キロぐらいかな、片道で、だから往復で5キロぐらい、あたまに気向いたら遠回りして帰って、10キロぐらい走って帰る。だからこう 若いんですね。やっぱりね、足がね、どうしても弱るんでね、はい、うん、それはあの健康のためにも、まあ、楽しいしね、あそうです、うん、やりだす、ね、パチンコとか、刑事のさん、もう昔やってたけど、やめましたね。やめました。うん、まあ、パチンコやってたけども、もうみんなやめましたね。はい、Okay。 まあ、それは仕事やってる方が楽しいね。そうですか、楽しいですか。仕事楽しいですよ、あ、うん、もう何年ですか今会社で。私ね、25からかちょうど40年ですか、ね、40年やね、もうね、うん、私今45なんで。ああ、そうですか、はい、もう私の5歳の頃から40年ですか、すごいです、楽しみです。まあね、初めね、はい、鍛冶屋の仕事で全部土は右で叩くんですね、私は左利きなんですよ、元はね、うん、それから初めその叩く時に右でするのがものすごい違和感があって、なかなかうまいこと叩けなくてね。左利き用にはできない、左の人は鍛冶屋になれないってことですか。いや、なりにくいね、やっぱりね、初めのその仕事が利き腕じゃない方で全部せなあかんからね。いまだにね、それから大きい土はこう右でね、叩くけども、金槌で釘打つのは左しか打てないんですよ。あ、そうなんですか。うん、右で持つともう違和感があってね、金槌みたいに軽いのは叩けない。左で釘は打って。そうですね、もうこれ、右を利き用にできてありますもんね、こうやってこっちで叩いて。みんな右でね。だから左利き用の包丁のも逆になるからね、なかなか仕事しにくいから、うん、で5割増しの値段が高くなっていくんですよ。そうですよね、研ぎ屋さんも言ってました、見る逆ですからね、左利きはちょっと難しい、時間がかかるとおっしゃいましたね。だから最終的には値段がだいぶ上がってくる、そういうところがあるんです。そうですね、うん、OK? Er macht 40 Jahre jetzt.Und er hat gesagt, es macht mir Spaß. Na, 40 Jahre. Also 40 Jahre geht es. 仕事ですからね、まあ、そこまでは無理やけども、目標はね、ずっと思ってるけど、75までは今のペースで仕事したいな、はい、75過ぎたら、まあ、体と相談しながら ねやれる範囲でやっていけたらなと、はい、まあ、思ってるんですけどね、はい、まあ、あれ40歳ぐらい、いやいや、そんなことはないですけども、やっぱり仕事がね、やっぱり自分でね、1から一番最後のところまでできるようになってきたらね、初めて楽しさは分かってきたりとかな、それまではその部分的なとこばっかりこう父親 その補助みたいな形でやってる間はあんまりね、その仕事にも熱が入らなかったけども、今はもう自分で全部1から10までするようになってから楽しくなってね、だから1日早いですよ、朝ね7時にまあ大体後輩入って仕事してして、で4時か4時半ぐらいにはまあ終わるんですけどね、あっという間に1日終わって、そうですね、楽しいのが一番ね。そうですね、ありがたいですね、はい、それとあと友達とその食べ歩きいうのがね、あ、いいですね、飲み歩き、飲み歩き、食べ歩き食べ歩き、それが趣味みたいなもんですね、スーパー、乾杯もうだいぶ行ったけど、これ車やから大丈夫か言うたらダメで、車なんて映ってますから。あ、そうか、映った。乾杯。Good。 は
ありがとう。スーパー、スーパークラス出てくる。例えば200ミリリットル。